今年5月以来のご出演、俊太選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は北条も参加させていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。これ実は和田ちゃんは俊太選手が初めてこう2回目インタビューする選手なんですよ。マジっすか。もうマブダチですね。いやもう最強っすね。すいません、ずずしく。いえいえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もうね、高知キャンプ、はいはい、中盤戦ですけど、はい、いかがですか？そうですね、まあ結構メニュー的にも結構しんどいですけど、はい、まあ、でも結構僕的に意外に充実した日々を送れてるかなと思います。メニューは厳しいんですか？結構走る量がちょっと例年より多いかなって思うんで、はい、疲労というかちょっと足が痛いというか、はい、足が痛いんですか？万全の状態では望めていません。ああ、そっか、もう毎日、はいはい、他球団はこう休み3回ぐらいあるんですけど、はい、オリックス2回しかないんですよね。2回ですね。そのあたりもちょっとね、はいはい、私も疲れ取れないですね。最近多いですけどね。多いね。なかなか大変だという話ですけど、はい、休みも少ないんですね。休みも少なくて、ほんでこの日はちょっと練習が、はい、そう、天気の都合で短くなったんですけど。あ、そうなんですね。はい、で、もうほんまに結構きつくって、はい、こうケアしても次の日にちょっと取れないこともあるみたいなこと言ってあって。でもインタビューでもこう充実、僕的にはしてますっていう話もしてましたけど、はい、やっぱり追い込んで追い込んで、で、掴んだものとかっていうのもあると思うんでね。今年から藤井コーチも、はい、はい、来られたので、ソフトバンクら、はい、はい。それでやっぱこうバッティング選手も、あ、バッティング選手、うん、バッティング練習もされてたんでね。ああ、また独自の、今までにない練習もいろいろ試行錯誤しながら、はい。ああ。なので、はい。やっぱり、はい、厳しいですけど、それがね、やっぱこの時期大事やったりしますから。はい。でもそのなんか、食べ物でも、うん、やっぱこう、ね、美味しいもの食べて、うん、高知県ですしね。はい。疲れを取るっていう話も聞いてきました。はい。どうぞ。高知ね、食べ物とか美味しいんで。あ、そうですね。はい。その辺はなんか、選手間で、はい、どこか食べに行ったりとかするんですか？まあ、餃子とか、あ、出た。はい。美味しいってよく言われて、まあ結構毎年行ってるんですけど。安部。安部です。あ、もう行きました今年。あ、もう今年はもう着いた日に行きました。あ、当日に。はい。あ、それぐらいですか。そうですね。休みも2日間しかないし、はい、練習終わるのも8時、まあ帰ってなんだかんだ8時9時ぐらいになっちゃうんで、ちょっと外に旅に行く元気はないですね今の。そうですよね。じゃあ休みの日とかぐらいしか行けないってことですか。そうです、そうです。それしか行ってないですね。大体何個ぐらい食べるんですか？餃子ですか。何個で行くんかな、1皿。でもこの前は4人で行ったんですよ。はい、誰々で行ったんですかそれ。若月、はい、岡崎、うん、宗、ね、おー、はい、で僕で4人で行ったんですけど、はい、結構食ったっす。ま、何個食ったとかわかんないですけど、はい、初めての額をその安兵衛で初めてのそのお会計の時に安兵衛で払う額では一番の額を満たす。はい、普通やったらそんなにそこまでの額はいかないけど。いや、行ってなかったはずなんですよね。はい、ちょっと今回は結構行ったんで、めっちゃ食ったんだなと思って。それだけ消費してるんですかね。ね、そうだと思うんですけどね。安部にボードあるじゃないですか。100皿食べましたみたいな。はい、私は、昨年、はい、2皿食べて、100皿食べましたっていうボードを堂々と持ってます。詐欺じゃないですか。高知県で餃子、はい、有名ですよね。そうなんです。屋台の安兵衛と今時安兵衛っていうのがあるんですけど、はい、めちゃくちゃ並んでたり。はい、和田ちゃんも行かれたんです。行きました。うん。ごめんなさい。いや、羨ましい。いや、はい、僕行ったことないんですけど、具体的にどんな違いがあるんですか。もうね、皮が薄くて、はい、でパリッとなんて言って、なんて焼いてるんですけど、なんかちょっと揚げてるような生地の感じもするし、でこれとともにレモンチューハイをがめっちゃ美味しいんですよ。へー、合うんだ。合います。へー、はい。だからどんどん食べられる。はい、もうね、何皿でもいける。でこれちょっと水餃子も食べたんですけど。あ、焼き餃子以外にも水餃子もあって、はい、はい、それもめちゃくちゃ美味しかったです。はぁ、すいません、本当に。 いいですね。名前が安兵衛ですけど値段的にはどうなんですか？値段的には安兵衛。あ、やっぱり安兵衛なんですか。行きやす。安兵衛だった。いいですね。はい、何倍だったかな、
安兵衛でしたよ。はあ、ラーメンとかもあるけど、はい、安兵衛でした。はあ、500円ぐらいかな、ラーメン。あ、そうなんですか。はい、で、ラーメン回転が早くて、はあ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 、はい、どんどんお客さんも入ってきて、そうで、赤ちょうちんの色も綺麗しみたいな感じなんですよね。じゃあキャンプ中で行くと結構オリックスの選手もこう、なんていうんですか、はい、常連の人というか、はい、結構先輩も後輩もいろいろ行ってって感じで、キャンプに来られてるあのファンの皆さんとかもよくいらっしゃるし、はい、あ、そうなんだ。あと、コーチの方とかも。コーチはコーチの方です。コーチ系のじゃなくて、コーチ。指導者の方のコーチ。はい、そうそう。もうよく行くと。はい。はぁ。うわ、行ってみたくなりましたね。そうなんです。で、次なんですけれども、はい、インタビューの続きをお聞きいただく前に、まずはこちらをお聞きいただきたいと思います。はい。春太周到絶好調、今シーズンは春太選手、これ。はい。もうこれは嬉しかったですよね。嬉しいですね。7年目のシーズンで2度こうサヨナラヒットを放つなど活躍をして、はい、ヒーローインタビューで和田ちゃんがリクエストした文言なんですよね、はい、そうなんです。このことについても、春太周到絶好調についても話をお伺いしてきましたので、うん、はい、それではどうぞ。キャンプもねあれなんですけど、はい、やっぱり今シーズンこう考えていくと、はい、このマンデースポーツジャムとは、はい、切っても離せない関係になったのかなと、そうですね、我々思っていまして、あ、もうお世話になりました。いや、もうこちらこそもこちらこそです、本当に。いや、本当結構あの反響もあって。ありましたか？結構ありましたよ。え、何が反響になったんでしたっけ？春夏秋冬絶好調。いやこれですよ、はい、春夏秋冬。あ、そうですね、はい、ちょっと噛んじゃいました。噛んじゃいました。普通に言っちゃいました。はい、ありましたか？ありましたよ。結構、その、まあ、1回目は結構突然だったんで、はい、みんなびっくり してる LINE とか連絡くれるんですけど、はい、2回目はもう待ってたぞばりのね、すごい。うわ、それだけをこう、LINE にガーンって載せて送ってきてくれたり。お母さんからもね。はい。LINE 来たって。お母さんから来ました。お母さんの反応は良かったんですか？どうしたの急にみたいな感じですよね。そういうキャラクターではないからですか本来。そうそう、多分そうなんです。意外にそう人前でそういうことするのが僕あんまり得意な方じゃないんで。ああ。これをやってくださいとか言われたらこうやりたいタイプなんですけど、うん、自分じゃ面白いこと絶対思いつかないから、自分発信では絶対人前でできないですよ。でも、ずっとやりたい気持ちが、うまいこと出せたってことですか、まあ、はい、そうですね。僕、まあ、結構僕的にもなんかモチベーションだったというか、ちょっとニューシュンタができた瞬間でしたか。いや、そうですね。ああいうのオリックスにもなかったじゃないですか。いや、そうなんですよね。だからまあなんかね、良かったかなと思いますけど、ね、嬉しいです。それこそ最初土曜日にインタビューして、はい、次の日の日曜日にお立ち台上がったんですよね、確か。そう、インタビューですぐヒーロー会った時に、あ、そうそうそう、実は言わなかったんですよね。そう、言えなかったですね、あの時は。はい。でもなんか理由聞いたら、はい、ちょっとまだ放送されてないからって。あ、そう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 、そうだった気がする。なんかありましたね、はい、はい、番組のことも気にかけて、はい、優しい、言わずに温存してもらえたんですよ。そうなんですよ、はい、私は一瞬、あ、言ってくれないかったんや。でもやっぱそういうのって言ってくださいって言ってなんか簡単に言いたいとかじゃないと言えないもんなっていう気持ちもあったんで、はい、勝手に自分の中で俊太さんとの間にギクシャクしてたんですよ。ちょっとね、その後球場でなんか挨拶これしていいのかなって悩んでて、和田ちゃん。なんかあいつなんか見てくる来そうとか思えたらあかんと思って、距離感を保ってたんですけど。いやいや、そんなことです。実は僕もそんな感じでしたよ。ちょっとわちょっと言えなかったかも。ちょっと次とか会いにくいなみたいな。同じ感じですね、はい、ほんまや。なんか恋愛みたいな感じですね。恋愛みたいな。もじもじしながら。でもお互い思ってることは一緒だったっていうね。俊太選手のインタビューですけれども、はい、やっぱり俊太周到絶好調です ね。これはやっぱり今年大きかったですね。言ってくれたっていうのがね。だってこれは本当にこのインタビューさせていただいた時に、はい、なんか俊太選手お立ち会いだった時の一言、うん、これどうですかみたいなの言って、でそっからすぐ、そうなんです、はい、次の日なんですね。5月の6日に和田ちゃんが俊太選手にインタビューをして、はい、その次の日に俊太選手が日本ハム戦でサヨナラヒットを打った。そう。ただこれはあのお立ち会い台に上がったんですけども、はい、オンエアがジャムでされてなかったんで、俊太選手は自重して、そう、ちょっと がっかりというか、うん、ああ言わなかったかっていう気持ちになったんですよね。そう、だからなんかそうね、オンエアのことも考えていただいた上、うん、また次の時言おうっていう、うん、次も自分はお立ち会いまた立つよみたいな気持ちも、そういうことですよね、はい、
で、実際に、うん、5月の31日、ヤクルト戦で、今シーズン2度目のサヨナラヒット、ここで初披露。そう。ねえ。嬉しかった。いや、嬉しいですよね。僕もこの日、実況担当だったんで、はい、実際見てたんですけど、正直こう、スタンドのお客さんは、え、シュンタいきなり何を言い出したんだと、はい、いうような雰囲気でザワザワザワってなったんですけど、はい、でも、その次に、7月にまたこう、T シャツが出てと。はい。でも、球団が、シュンタ周到絶好調という言葉を、もう全面的に出してきて、はい、うん、でも、オリックスファンの中では結構ムーブメントというか、はい、有名になりましたしね。ね。だって言っていただいた時の、はい、私のその、携帯の LINE の、スタッフさんからいっぱい、うん、私は、ちょっと表に出てたから、はい、え、シュンタが、お立ち会い立ちましたみたいな。で、言うかな、はい、言ったみたいなメッセージ。ねえ。ライブ感覚でもうずっと実況あったんですね。LINE、はい、で。その瞬間私の、こう、胸の高鳴りがもう止まらんくなって、ドドドドってなって。で、もなんかそこは気持ちよくなって、私お酒でベロベロ鳴ってましたね。うん、嬉しすぎて。嬉しすぎて。で、二度目もあったわけですよね。そう。7月の11日の日本ハム戦で3安打4打点の大活躍。はい。でも、T シャツが完売、うん。そうですよ。この T シャツ僕も欲しくて。はい。もうシーズン中盤から、もうだから出てからずっと僕、オリックスの試合の時に、早め早めに行ってるんですけど、はい、本当売り切れてるんですよ。ね。全然買えない。そう。で、俊太選手にも言いましたけど、僕からももう球団に言うときますって言いながらも、なかなかこう、人気がすごすぎて追いついてないんですよ。うん、欲しいんですけど。ね、欲しいなっていう話も、本人にお伝えして、うん、来シーズンはどうなりますかっていうのも聞いてきたんで、はい、では引き続きどうぞ。で、こう、気になるのは、はい、来シーズンも継続するのか、どうかっていうところ。あ、本当だ。いや、しようかなと思いますよ。わ、やった。はい。いや、なんか逆に来シーズン用を求めるんじゃなくても、これをどん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 押していきます。で、いいんじゃないかなって僕は思ってますけどね。いや、それはもうありがたいですよね。はい。はい、え、ありがとうございます。いやご情報相談が。はい。ですからね、はい、シュンタ、シュート、絶好調は、来年もやっていただけるということで、はい。これを約束してもらったんで。はい。じゃあ、言いましょうか。言いますか。放送席、今日のヒーローはシュンタ選手です。では、今日お越しいただいたファンの方に一言お願いします。シュンタ周到、絶好調。ありがとうございました。ありがとうございました。最後ヒーローインタビューで締めてもらいました。はい。で、来シーズンも言ってくれるんですよね。言ってくれはります。うん、はい。で、まあ、T シャツのことも終わってから、はい、どうなるんですかって言ったら、うん、まだこう、もしかしたらこう写真のデザインが変わるかも。わからないけどって言ってました。あ、そうですか。はい。こう、ヒットを打った時の、いい写真があれば、みたいな。シュンタ選手、サヨナラヒットを打った時って、はい、両手をこう、広げて、人差し指を立てて、こう、走るっていうのが特徴なんで、はい、うん、僕、その写真出してほしいなって思ったんですけど。ねえ。ねえ、うん、あれかっこいいし。で、ツイッターも、いろいろ来てまして、トラトロさんは、シュンタ周到絶好調、もっとヒーローになってほしいね、というようなツイッターがあったりだとか、いろいろこう呟いてくれてますんで、はい。まあ、その期待に、シュンタ選手もまあ、応えてほしいですね。そうですよね。うん。はい。もう、来週も、はい。聞いてきてるんで、はい、プライベート編。プライベート編ですね。はい。そちらも。そう、髪型の秘密も聞いてきたんで。ちょっと坊主になって、たりだったり、はい、ちょっと髪の毛を染めたりと、うん、おしゃリストですからね。おしゃリスト。おしゃリスト。俊太選手はプロ野球界きっての、はい、そちらも楽しみです。はい。今週も俊太選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年のこうシーズンは、はい、振り返られていかがですか、はい、こう、ご自分で点数をつけるの、100点満点中。もう全然っすよ。45点ぐらいです。はあ、結構厳しい目につけるんですね。そうですね。まあ前半戦とかっていう風にちょっと区切りをつけていくといい時期もあったんで、はい、別にそんなにね悪く思わなくてもいいかなと思う時期もあったんですけど、ちょっと最後の方バーッと落ちちゃったんで、まあ、総括すると、はい、そんぐらいになっちゃうかなってなんか思います。はい。もっとこうご自分でこうしたかったなみたいなところはあったりするんですか？そうですね、まあもちろん結果の世界なんで、
なかなかその結果が出てないというか、まあ打率もそうですけど、なんか思うような成績は残せてないんで、うん、ちょっと悔しいシーズンでしたね。はい、そのなんか自分的にこう気持ちでも落ちちゃう時とかってあったりするんですか？今年結構ある方なんですよね、浮き沈みというか、うん、でも今年は割とそれを我慢できた方なのかなって思うんで、うん、そこのところは評価できるかなって自分でも思ってるというか、成長できてるんじゃないかなと思います。25歳は大人ですか？いやもう大人にならなきゃダメですよね、はい、7年目、まあ、まあでも子供の部分も多分あると思いますけどね、はい、まあ、ね、後輩がたくさんもう入ってきてますもんね。そうですね、それこそそういうのを自覚しなきゃいけない部分もいっぱいあるんで、無理やりちょっと今頑張ってます、はい、もうやっぱりいいお兄さんでもあるんですか？してですか、はい、僕がですか、はい、どうなんですかね、うん、まあもっと甘えてきてほしいですけどね。はい、それこそあの宗選手なんか、はい、あの実はこの前にインタビュー、はい、フェニックスでね、はい、和田さんがしていて、はい、俊太選手名前出ててこう話とかするっていうことを聞いたんですけど、はいはい、そうですね、まあ、僕、まあ、野球の面でなかなか技術的なことで、うん、なかなか僕が言っても絶対別に影響力もないんですけど、まあ、経験してきたことっていうのは結構あるんで、うん、そういうのはまあまあバンバン伝えていこうかなって思うこともあるんで、うん、まあ、そういう話だったりも結構しますね。まあ、でもあのね、今シーズンあの話聞いてると結構あの毎シーズンバッティングとかでこうシーズンの中で悩んで悩んでこうね、いろいろ変えたりしてるの聞くんですけど、今年割と本当に安定して考え持ってお話ししてくれたなって印象があって、そうですね、まあ本当にさっきその精神的にずっと1年継続できたっていうのも結構バッティングのことが多くて、うん、まあ、そこであまりそうなんか外れることなくというか、自分でキャンプとか自主トレでやろうって決めたことをこう続けれたんで、まあそこは本当に良かったかなと思いますね。どのあたりが今年のバッティングの軸のポイントだったんですか？しっかりスイングする、自分のスイングをまずしなくちゃいけないと思ったんで、でいろんな人にいろんなこと言われるし、シーズン中でもね、関係なくこうバン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 いろんなことが教えてもらうとどんどん頭に入っちゃう性格なんで、まあそれを払拭するためにはもう自分のスイングをするってことだけを考えるしかないと思って、でそれはもう1年間続けようと思ったんで、まあそこはまあできない時もありましたけど、不調とかで、でもなるべくやろうとは思ってました、ずっと、はい。できる時期がこう長く続けばやっていけるっていうような手応えっていうのはあったんですか？はい、そうですね、結局それがイコール結果につながってるっていうふうにも思ったんで、うん、まあそれをまあ結局前半戦とかも自分が調子良かった時は、ね、自分のスイングできてるなと思ったんで、うんうん、それ結構自信になったりしましたね。はい、俊太選手のインタビューでしたけど、はい、45点、自己最低、ね、まあ、今シーズンはこうサヨナラも打ったりして、はい、こう立ち台にも上がってね、シュンタシュート絶好調と、はい、ありましたけど、やっぱりこう自分の中ではそれをずっと維持できなかったっていうのがね、うん、ありましたけども、でもバッティングに関してはなんかこうね、はい、うん、いい感じだ、徐々に徐々に、はい、なんかこうシュンタ選手取材をすると、はい、すごくこう紳士的というか、うん、あのまあ、いつ行ってもこう答えてくれるくださるんですよ、はい、なかなかこう試合前とか忙しい中ですけども、うん、こう自分は今こういう状態ででこう正直こういう風に悩んでるんですっていうところもありつつ、でもこうやっぱり掴みかけてるんですっていうのも僕現場で聞いてたんで、ね、であの、はい、バッティングコーチの藤井コーチも来られたから、うん、はい、そうですね、来シーズンキャンプでもすごくこう振り込んでてっていう話もしてましたし、はい、まあ期待できますよね。はい、次来ましょうか。そうですね、はい、次は来年に向けてと、うん、こう髪型の話とか、髪型の話、はい、はこれもまたあの北条アナウンサーさんと一緒に聞いてますんで、はい、どうぞ。まあ、これまあ来シーズンに向けてもね走り出してるわけですけども、はい、まあ、一番大きくこのオフこのキャンプ含めてポイントテーマにしていきたいのっていうのはどういったところなんですか？そうですね、まあ、まあ今本当にやってる課題を続けることと、まあ、本当にもう一回自分のスイングをしっかりしたものを作って、うん、それこそ1年間そのずっといい状況を保てるような、うんうん、まあ、体の強さであったり、うん、それはもうスイングして体に染み込まして覚えなきゃいけないし、まあ、そのなんか
まあ、僕ぐらいの選手はもうなんか何買おうとかじゃなくて全部なんで、うんうん、本当になんか死に物ぐりでやるしかないなと思うんで、うんうん、全体的にですけどね、いろいろ頑張りたいなと思います、うん、はい、ちゃんとリラックスな時間も取ってくださいね。いや、取ります。それは、はい、そこも結構大事にしようかなと思ってるんで、はい、なんかあります？私ちゃんからおすすめリラックス法とかって。草木を見ながら歩く草木っすかポイントね、自然に触れ合う系っすか、はい、あと、はい、晴れた日に洗濯を干す家事、はい、あの柔軟剤あ、はい、柔軟剤匂いを、はい、あ、大事だなと思います、はいはいはい参考になりました？参考、はい、なりましたやってみますどうしてもあと一つね、和田ちゃんが髪型について話したいって、はい、もう少し最後に、はいはいはい、髪型は、あの、坊主は、はい、しないんですか？あ、もういいかなって思ってます。冬だからですか？いや、まあそうですね、あの時はまあ本当になんかその気分でかっこいいなと思ったんでやったんですけど、めちゃくちゃ似合ってました。ほんまに。マジですか？はい、ずっと褒めてたんです、和田ちゃん。本当ですか？はい。なんかでも僕の中でこう流行りがどんどん変わってっちゃうんで。今は何の流行りなんですか？今はまだちょっと我慢する時期っす。我慢で次の髪型に向けて伸ばしてるんですか？我慢の時期って。我慢の時期、はい、今は。ロン毛？いや、ロン毛にしたいとは思わないですけど、髪長い方が好きな髪型にしやすいじゃないですか、持っていきやすいじゃないですか。はい。なんで今我慢の時期っす、ね、誰かの髪型にしようとしてるんですか？いや、誰とは思っていないんですけどね。なんかちょっとなんとなくあるんで。あるんですか？はい。じゃあ、そのなんとなく思い描いてる髪型になるまではもうちょっと伸ばさない？ああ、もうちょっと欲しいですね。何月ぐらいに見れるんですか？いやー、どうなんですか。うまくいったらというか、まあね、あの、今年中にはやりたいですけど。じゃあ髪の毛もキャンプ終えたら気になる。いや、全然大したことないですよ。大したことないですけど。いや、めっちゃ気になりますよ。いや、もう坊主が本当にやってたんで。本当っすか？また髪伸ばして納得いったら、その後また坊主。そうっすね。坊主チャンスをください。いや、ちょっと、まあ僕結構気分屋なんであのやるかもしれないですね、またどっかのタイミングで急に。とか赤とか。あ、赤は赤っすか？赤似合うと思いますよ、はい、赤っすか？赤っす。桜木花道みたいな感じ。なんかあれよりちょっとワインレッド、ちょっと濃いめの、あの、うん、ボルドーっていうんかな、ボルドー色。あー、そうですね、はい、赤ワインの色みたいな。ああいう系っすか？全然考えたことないです。多分似合います、ね、似合います。マジですか？はい、似合う顔してるんです。ほんとっすか？はい見えてんすか？見えてます、はい、あー、年末楽しみやな。楽しみだから、こう春夏秋冬やから、はい、春夏秋冬でその色に合ってるキャラをするっていうのも緑とかあるんすか？じゃあ春とかちょっと緑っぽくない、はい、緑も似合うと思います。本当にこれちょっとモスグリーンというか。なるほどね、はい、あの、飛ばされちゃいますよ僕それはもう成績で有無を言わせずに行きましょう。そうなったらもうやってみたいですね。いろんな色も、はい、色を、はい、ちょっと髪型は年末までに変わるかもしれないということですので、はい、楽しみにしましょう。楽しみにしています。本当にこれからの俊太さんも、はい、そうっすね、はい、大人の階段を上っていってるそうっすね、はい、はい、最後にちょっと来シーズンの目標なんか聞いて終わっておきますか？はい、はい、お願いします。来シーズンの目標、はい、そうですね、まあ、来シーズン、まあ、毎年同じなんですけど、まあ、本当に1年間ずっとなんかスタメンで出たいなって思いがやっぱり、ね、強いんで、本当左ピッチャーとか右ピッチャーとか関係なくずっと1年間試合に出たいですね、はい、いや、本当そうなってほしいですよね。出てほしい、はい、本当っすよね、出たいんすよね。頑張ります。気持ちで、はい、絶対大丈夫です。はい。ジャムは俊太選手を応援しています。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。ジャムは俊太選手を応援してます。はい。本当に。いや、でも、あの、髪型、確かにおしゃれ、はい。坊主はね、僕も思ってたんです。めちゃめちゃ似合いましたよ。ね、めっちゃかっこよかったから。かっこいいです。
でも気分屋さんやから、うん、これからいろいろ変わるかもしれへんし、うんうんうん、また坊主に戻るかもしれんっていう、そういうところもチェックしてほしいですね。ね、昨日ファンフェスタでお会いしたんですけど、はい、今はこう、金髪になってましたね。はい、伸ばす途中。途中なんですね。だから坊主の人がこう伸びてきて、全体的に髪の毛がね、3、4センチぐらい伸びてっていう状態の金髪でした。はい。まあ、来シーズンどんな髪型してるのか ね。楽しみですね。で、あとファンフェスタの話なんですけれども、はい、ツイッターでね、いろいろ送ってくださる人いまして、はい、カオルさんから、はい、近藤大輔選手の美ボディを見ましたかと。はい、で、これ同じようにハッピーグッドさんも、近藤投手の裸ムキムキですごかったですよって送ってくださってるんですけど、どういうこと？これね、はい、最後中島さんがリアル野球版でさよならを打った時に、はい、イーストウェストでチーム分かれてたんですよ、はい、で中島さんのチームがまあ勝ってわーって最後こう水かきみたいなのするじゃないですか、はい、でみんな中島さんのこう集まってわーってなってる中で、まあ最終的に近藤さんがその間めっちゃ脱がされてて、はい、でバーンとみんなが吐けたら、はい、近藤さんムキムキでも筋肉ポーズしてて、会場ボーン爆笑するっていう、へー、あ、そんな流れがあった、ビボディですね、そうですそうです、いや本当すごかったですよ。近藤選手は代表でもね、侍ジャパンでも投げましたけど、はい、もう本当ビボディで美しすぎました。いいですね。会場は、うわーっていう黄色い悲鳴がね、鳴り響いてたの印象的でしたね。はい。まだまだ皆さん、ツイッターなどね、ぜひメールをお越しください。はい。お願いします。以上、これぞ、ビズ魂でした。